はい、こんにちは、ケンチくんです。今日はトム・ピーターズさんの書かれたセクシープロジェクトで差をつけろという本についてお話をさせていただきます。前にも、自分のチャンネルの中でですね、トム・ピーターズさんのブランド人になれという本をご紹介させていただいたんですけれども、その本のですね、続編をこの度読んだんで、その本の中で自分が面白いなと思ったところについてお話をさせていただきます。まずこの何ですかシリーズの2作目を読んだ正直な感想ですけれども、まあ正直言えばですね、まあ1作目の方が良かったかなっていうのは正直思いました。ですけれどもこちらの2作目を読んでもここは非常に相変わらずトムさんの熱さが素晴らしいなって思ったり、したところがありましたんで、今日はそういったところについてお話をさせていただきます。まず1点目ですけれども、トムさんはこんな風に語られていますと、フットボール選手ぐらいかっこいい人事だとか。経理を目指してどうしていけないんですかと。もう冷静に考えてみてくださいよって。フットボールなんて動物の内臓になんか詰めてボールを作って、それをおっさんたちが奪い合ってるだけのゲームですよって。それに比べてあなたの仕事はどうですか、何かしらの価値を作ってるわけですよね。それってかっこいいじゃないですか。フットボール選手ぐらいかっこいい、仕事をしましょうよと、自分の仕事に夢中になっていきましょうよということがトムさんが、語られていてですね、非常に素晴らしい、考え方だなと、思ったところで、ございました。まあ、ちょっとですね、こういうことを言うとなんか暑苦しいことを言ってんなみたいなことを思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、シニカルに考えることって非常に簡単だと思うんですよね。自分のやってる仕事はこんなクソつまんねえ仕事とか、仕事に行きたくねえなみたいなことを思ってる人ってどっかしらですね、悪いのは仕事であって自分ではないっていうふうに思いたがってるところっていうのがあると思うんですよね。例えばまあなんか上司の悪口ばっかり言ってる人は、悪いのは上司であって自分ではないって、どっかしらなんか責任転嫁したがってるようなところがあるかと思うんですけれども、そういったような責任転嫁っていうのは自分に対してのものでしか、ないんではないかなと、私は思ったり、しています。なんでですね、自分はそんな風に自分に対する言い訳とか誰かに対する言い訳をするんではなくて、自分が今日できることをするんだというようなですね、前向きな仕事で、仕事をしていきたいなということを思わされたところでございました。続きまして2つ目ですけれども、あいつは金のためにどうせやってんだろうとか思いがちな人がいるけど、そういうな風に考えるやつは自分の魂が腐っていることを知れということをトムさんは語られています。まあ例えばですね、芸能人が YouTuber に転身してそれで成功したらいくら儲けてんだろうね、どこまで稼ぎが気が済むんだろうねみたいな、すぐ金のことばっかり言う人っているじゃないですか。そういう奴らは魂が腐ってるぞということをトムさんは語られているわけですね。そんなわけないだろうと、成功している人は自分が本当にそうなりたいから、っていうような内的動機に基づいてやってることがほとんどですよということをトムさんが語られていて、まあ、非常に素敵な、考え方だなと、いうことを思わされたところでございました。最後3点目ですけれども、アインシュタインさんの言葉が、この本の中で、紹介されていて非常に素敵な言葉だなと思ったんで、朗読をさせていただきます。アインシュタインさんはこんな風に語られていたそうです。不思議なものに出会って驚くことほど素晴らしい経験はない。それは真の芸術、真の科学を育んでいく大切な心の動きである。何を見ても感動しない人、不思議に思うことができない人、びっくり仰天できない人は吹き消されたろうそくも同然、すなわち死んだも同然であるというふうに、語られているそうでございます。まあこれは要約してみると、何を見ても感動できない人は死んだも同然ですよということを、語られているわけですね。で、こちらの言葉を引用しながらトムさんは、感動しましょうということを言っているわけですね。とにかく、まあ、自分が普段何ですか、受容者というか受け手として消費者として生きる時にも感動できるものと接しましょうと、それで感動できるものに接して自分も感動できる仕事をしましょうよと、美しい仕事をしましょうよと、いうことを、語られているところでございました。何ですかね、自分みたいな一流でない人がこんなことを言っても信憑性がないかもしれないんですけれども、一流を目指すっていうことは結構大切なことなんではないかなと、いうことを思ったりします。まあ一流でなくてもですね、誰にとってでも自分にできる最高峰を目指す
っていうことを目指していく、過去の自分の中で一番の最高新記録を出していこうと、自己最高新記録を出していこうというような気持ちで物事に向かっていく、仕事に向かっていくっていうような気持ちはですね、もう本当にですね、自分の内的動機というか、自分を高めたいと自分で、思う心に従うというか、なんかちょっと自分でも何言ってんのかちょっとまとまってなくて恐縮なんですけれども、まあ、とにかく自分で、もっと自分を高めたいと思って、で、そのための行動をするっていうのは、もうそれ自体が結構美しいことなんではないかな、というふうなことを自分は、思ったりしております。なんでですね、自分も感動できるような美しい仕事、そこまでいかなくても、自己最高新記録の、仕事をするというような気持ちでですね、これから働いていこうということを思わされたところでございました。今日の動画は、以上なんですけれども、こちらの本ですね、特にまだ一作目のブランド人になれ、を読まれてない方はこちらの本非常に、おすすめの本となっております。トム・ピーターズさんの、この熱さが、まあ、非常にですね、病みつきになるような本になっておりますんで、気になる方はですね、チェックをされてみてはいかがでしょうか。今日の動画は以上になります。ご清聴くださいましてありがとうございました。